るんだな。おはようございます。どうも。今日は鍵会長です。団子さんはそんなに変わらないんだけど、この間足やった時に、口やった時と体重がかなり減ってるんですよ。800g ぐらい減ってるから、ちょっと念のためもう一回口とかチェックした方がいいかなと思って。ただ注射とかはそういうのはまた補充していただいて、注射とねラプロスとあとは。スラリンのステロイド状態、あとスパカールもいただければ、はい、1匹分だけ、はい、10錠ですね、はい、だ問題はこれ体重どうなのかなみたいな、なんか触った感じ全然平気なんだ、全然平気なんだけど触った感じは数字上は全ちょっとねかなり減ってるんで、5.45 あったのが 4.65 になっちゃったから、ちょっとそれは変だなと、ちょっとそうだね、4.7 だね、だからどうしてなのかなと。ただねちょっとねスラに比べたら食いが悪いんだけど、食ってないわけじゃないのよ。口も別に大きな問題はなさそうだね。あとね作るにするか、別に極端な痩せは来てない、ね、そういうわけじゃないんだけど、ただ前と比べてかなり減っちゃってるから、要するにあれも来てないじゃないですか、脱水も来てないから腎不全じゃないような気がするんだよね、でもね初期だとあるかもしれない。初期だとそのなんだまるっきり食べないとか、欲しいよって来ないわけじゃないんだけど、もう一口二口が食べない、そういう例もあるから、ちょっと体温が来るんですよ、ちょっとやっぱ痩せが、そうなの、ちょっとね痩せてるんだよねこいつね、前口やった時に比べて体重がかなり減ってるんでね、お口は全然ね今も問題ないけどね、あと血液検査どうするかだね、だからそれは難しいよね、心配だったらそれももう一回やってみるけど、でもそれまでもないような気がするんだよな、7度以下が別にお熱も全然問題に出て問題ないから、ここからさらに、また落ちていくようだったら、ちょっと考えた方がいいかもしれないな。で逆に今のこの 4.7、ぐらいのところが、これで維持できてるんだったら、それはそれで、実際そんなに悪い体格じゃないと思うんだよね、全体的にはね悪くはないんだけど、パギちゃんです、うちで測ってその時ってだったら、そうね前の口やった時にはね 5.45 あったはずなんだよね、あったのあったとするとだからねやっぱ1キロではない数百が700800、パギちゃんよ、あでもね前は 4.65 でしたよ、この足足の時はね、その前の口があるの。あ、5.4。そうでしょ、5.4 あったのよ。それがいつだ。それはね、1月11日。今年の？だからそうするとかなり減ってるんだよね。その前はその前かぎちゃん見てた。いや、みんなね、その後は多分ね、健康診断の時。その前がね、その前がいつ。健康診断の時は 4.7。もうある。かぎちゃんね、前回の血液検査の時はその時ちょっと測り方がなんかあれだったかな、5.4 多すぎるって思えば、逆にそこがちょっと多かった、なんかの加減でちょっと多かったの、5.45 ってなってる、でもそんな間違えるの、間違えたかな、なんか測り違えたかな、測り方違うってある、すごい増えてますもんね。だけどその前の時が、そう 4.7 だから、健康診断で来た時、そう、その前はどうだろう、だから 4キロ台のこの何だっけ、6、7、8あたりっていうのが、大体この子の ベスト体重で、たまたまその時は逆にちょっと何かの加減でふっくらとしてたのかもしれないね。わかりました、じゃあちょっと様子見ということにしましょうか、一応すぐにどうこう何かっていう感じとか血液検査、僕もそんな感じもしないんだよね、触っても全然そんな変じゃないし、ここからまたねちょっと痩せが来るようだったらちょっと、もう一回血液検査するなりでちょっと考えましょう、わかりました、とりあえず口は問題なしということで、口は全然問題なくね、綺麗な状態だから、足もね全然 OK ですよ、見ていただいてもいいと思うんですけど、
足もね結構ねしっかりね治ってますよ。ほら、うんね、あ、全然 OK ですよ、うんうん、だからまあそういう意味じゃあの大きな問題はないかなと思います。わかりました、はい、じゃあとりあえずそんな形で、ちょっと経過観察でということでね。わかりました。まあ、過去のデータからすればまあ OK の範囲内の体重だと思いますんでね。わかりました。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、よっこしょ。はい、どうぞ。